今までは USB 充電するのにパソコンか USB のチャージャーを使うしかなかったんですけど、今までこのバッファローのを使ってたんですよ。2アンペアポートがあるんですけど、他のを使うと2アンペアで使えなくなるという。で、0.5を4つ使うか2アンペア1個使うかとか、そんな感じになってたやつなんですけど、こっちは5ポートあって使う量にもよるんですけど、結構な何ですか、パターンで2アンペアで充電できるんで、タブレットなんか充電するときはいいし、0.5で十分なやつを何個も一緒に同時充電するときにも便利に使えて、なかなかいいやつなんじゃないかと思います。こっちはこっちでちっちゃいんで、あんまり急速充電、タブレットの急速充電が必要じゃない用途なんかには、まだ使うと思うんですけどね。でも多分こっちの方を常用するんじゃないかと思います。2000円ぐらい。こっちも確か同じぐらいの値段になったんですけど。で、こちらのもっと容量の大きいやつも今売ってるんですけど、それはちょっとサイズが大きくなるんで、これとあんま大差ないんじゃないかなと。あとこっちは問題はコードですね。こっちはこっちに、こういうのがついてて、日本とかアメリカとか、そういうところで使うには便利ですけどね。こっちはコードを取っ替えればヨーロッパとかでもそのまま使えるから便利に使えると思います。というわけで、USB 充電に困ってる人はこういう機械を使うことをおすすめします。ちなみに電源コードも含めて240ボルトまで対応しています。